えー、今回はですねあの、まあ、個室はダメってことですね、まあ、個室はダメっていうのはもう前もこれ大きな苦の時に、まあ、一般常識は通用しないっていう話をしたんですけども、まあ、特にその考え方がですね固執してしまって、まあ、今のこの法治国家はこうだからもう絶対これは変えることはできないという考え方ですね例えば刃物を買ってくださいと言っても、まあ、絶対必要がないんで買わないと。 でもそのの大きな苦難の主流武器ははでであるっっててもももう何回も言ってますでもやはり法治国家が変わることはないということで、まあ、その考え方を変える気はないんで、まあ、刃物を買うことはないと言ったりとかですねあと大きな苦難は絶対来ないんでその5つのことをやる必要はないというその固定概念ですねまあその自分のこうと決めたら絶対買えないっていうその固執する気持ちっていうのは ある意味は大事ですけどもでも大きな苦難に対してはやっぱりねその常識が通用しないということを考えた場合その考え方はねやっぱりちょっとダメなんですね。やっぱりここはですねもうメッセンジャーとしてはその5つのことやってくださいというしかないんですけどもそれをですねちょっと柔軟に考えていただいてそのぜひやっていただきたいそのように考えてます。あのもうどううしても、ね、できないっていうのは うーんもうある意味それはもう気づきがなかったってことになってしまうんですねでもそれでもいいっていうのはもうそれ以上は言いませんけどもでもその固執した考えが果たして本当にその正しいのかどうかっていうのは一度ちょっとね考える必要があると思ってますね。とにかくいつまでもその法治国家つまり従来のご真実だけでいいという考えでずっといるのかそれともその大きな苦難が近づいてるっていうことを 自覚してですね、まあ、それに対するご真実をあの、まあ、つまり5つのことですねそれをやるかっていう考え方ですねそここら辺でこのが分かれると思ってます、まあ一人でも多くの方にもこの気づきがあることを願ってるんですけどもやはり従来のこの、まあ、地球はもう何ともないとで大きな船は来ないというその考え方になってしまって法治国家のご真実だけやってればいいんだという 考え方がまあちょっと蔓延してしまってると、まあその中にはその放棄国家のご真実ですらやらなくていいっていう方も当然見えます。でももうね、大きな普段はもうかなり近づいてるんで、ぜひそのこの動画に縁があった方は五つのことやっていただければと思ってますね。まあこれしか自分は言うことができないんですけども、本当にねあの動画に縁になった方。 ぜひね、あの従来の考え方に固執するんじゃなくて、その大きな粉に対するご真実、つまり5つのことをやっていただければと自分は考えています。まあこれは、うん、うん、お願いするしかないんですけども、ぜひぜひよろしくお願いいたします。え今回は以上です。ありがとうございました。